次に鎌田さゆり君。鎌田君、今日もよろしくお願いいたします。立憲無所属会派の鎌田でございます。まず最初に対馬副大臣に、ウクライナ避難民支援についてポーランドをお尋ねになられました。その結果について、法務委員会でご報告をいただく機会が私はあってしかるべきだと思っておりますので、要約してお尋ねいただいて帰ってきたご感想を含めてこれからの課題などをお願いいたします。対馬法務副大臣。鎌田さゆり委員にポーランド市長の報告の機会をいただきました、感謝申し上げます。ありがとうございます。委員ご指摘のポーランド市長でございますが、4月1日から5日の日程で、ポーランドに行ってまいりました。ポーランドに行ったこの理由というのは、ウクライナ避難民を率先して受け入れ積極的に支援を行っている国であるからであります。ポーランドでは政府要人との意見交換、ワルシャワにある避難民施設やウクライナとの国境地帯の視察、現地で活動する国際機関や NGO との面談を行ったところであります。また多くの避難民の方々や避難民の支援に従事されている方々と直接お会いをし、避難民の方々の置かれた困難な状況や支援についにあたっての具体的課題等について現場の生の声を聞くことができたと思っております。特にポーランド国境検問所で寒さの中で本当に寒い時でありました。当時の気温が 1度、日中でも最高気温1度2度というような状況で、おそらく開戦当社もっと寒かっただろうという想像もできます。そういった中、徒歩で避難してくる方々に対してボランティアによる温かい食事の提供や健康相談を行っていたこと、またワルシャワの避難民施設で食事や衣服のみならず医療カウンセリングおよび子どもの遊び場を提供していたことなど、この避難民の方々ほっとする温かい支援が行われていたことが強く印象に残ってございます。で現在、出入国在留管理庁においてはこうしたポーランド市長で得た知見を踏まえ、我が国が受け入れたウクライナ避難民の支援について、取り組んでいるところでございます。鎌田君、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ぜひその現地に行かれて具体的に収集してきた情報をもとにですね、ウクライナから避難されている方々を日本としてサポートしていっていただきたいと。で私忘れもしないんですけど、この委員会で鈴木陽介委員がウクライナでロシアの侵攻が始まったそのすぐあたりのこの委員会でですね、これ日本としてどうなんだという質疑をした際に古川法務大臣から、これは積極的に人道支援の観点から受け入れなどをはじめとしてですね支援をしていくと、あの時大臣の、私は護衛団のご答弁というふうに、拝聴しました。もうそれがなんか救いのようにも聞こえましたし、だからぜひ今の対馬副大臣のレポートを含めてですね積極的に行っていただきたいと思います。大臣一言よろしいですか。その間、ポーランド行けなかったんですけれども、改めて。古川法務大臣。本当にこの未曽有の人道危機に対してこれは決して一言ではないという、もうこれはもう共通した思いだと思います。政府全体として迅速なこの支援受け入れそして支援というものを決定したわけでありまして、その政府全体の取り組みの一環として、外務大臣そして対馬法務副大臣ポーランドに行き、つぶさに事情を見帰ってまいったわけであります。また法務副大臣は、先週の土曜日にもですね、ウクライナからこの日本へ避難して来られた方々の一時滞在施設に足を運びまして、日本においてもまた同様にその避難民の方々からの生の声をお聞きして、そしてニーズの把握ということを継続してやっております。このようにこの大きな事業取り組みを始めたわけですけれども、今後さらにですね
事態は続くわけですので、常にこのきめ細かな対応を心がけて、しっかりとした支援を行うように引き続き頑張ってまいりたいと思っております。以上、鎌田君。はい、ありがとうございました。林外務大臣と対馬副大臣が政府専用機とそれから予備機でポーランドに行かれた際にですね、実際その時日本から支援物資を積んで行く予定だったと聞いております。ただその調整がうまくいかなくて支援物資を積んでいけなかったということが、今巷で言われておりますけれども、そこのところの事実関係というのはどうなのでしょうか。実際に今国内に2万トン以上支援物資を送るばっかりになっているものが溜まっている状態で、先日政府専用機で積んでいけなかったというその背景にあるものは何か外交的な問題があったのかどうか、ご承知のところございましたら教えていただきたいんですが。古川法務大臣。直前まではいろんな直接その私もどのようなことで行くかということに、ずっと見ておりましたから、正直なところですね、大変この調整にいろんなことがあって、いろんな何事にもですね、いろんな例えば法律上どうだとか、現実問題どうだとか、いろんなさまざまな要請があって、その調整に大変この、いろんな課題に取り組んでおったということは記憶しておりますけれども、対馬副大臣においては、それをつぶさにその見てたわけではないので、なかなか対馬副大臣からお答えすることは難しいと思います。はい、ただそういうことで、さまざまな調整があったということでございます。はい、鎌田君。すみません、同じ質問を今日政府参考人として外務省から北川大臣官房参事官がいらっしゃっていると思いますので、当時の背景、いきさつ、外務省としてご答弁いただけることありますか。外務省北川大臣官房参事官。お答え申し上げます。今委員のご質問が林外務大臣、対馬法務副大臣、他の方々が現地にいらっしゃるときに政府専用機にその救援物資を積むための調査をしたかということでしょうか。そういうことではなくて、というご質問であれば今古川法務大臣がお答えなされたように、さまざまな調整等ございますけれども、実際には積んで運んでないということであろうかと思います。以上です。鎌田君。はい、その積みたかった、運んでいきたかったけれども積んでいけなかったというふうに、世間では伝わっているわけですね。でそれが事実関係としてあったのかどうかで、それがなぜそう、もしそれが事実ならば、その事実関係、なぜそういうことが起きたのでしょうかとお聞きしたいんです。北川大臣官房参事官。お答え申し上げます。今私が申し上げましたのは、この現地に、林大臣、対馬副大臣ほかが参るにあたってはいろんな調整がございましたけれども、今委員ご質問の支援物資を積むかどうかについての調整は事前にはございませんでした。従いまして報道とは承知しておりますけれども、そのような事実関係はございません。以上。鎌田君。はい、ありがとうございました。もう朝から夜までのさまざまな民放報道等で、支援物資を実はあの時に政府専用機に積んでいく予定だったけれどもできなかったという報道が出されておりますが、今、北川参事官からのご答弁で、そういう予定は当初からなかったと、じゃあ、今般、今、巷で伝わっているのは誤報だということで、私は受け止めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。で、これもすみません、また報道ベースなんですけれど、日本全国から、先ほども申し上げました、2万トンを超える支援物資が今、集まっていて、それを自衛隊機で、輸送する、インド経由で、それが閣議決定されたんだけれども、それを見送りすることになったやに聞いておりますが、この事実はございますでしょうか。
どなたですかね。はい、外務省北川大臣官房参事官。お答え申し上げます。PKO に基づいて自衛隊機でどのような支援を行うかにつきましては、外務省とのみではなくですね、PKO 事務局を含め政府全体で調整してまいっているところでございますが、インド政府をはじめ各国との事前の外交調整については、外交的なやり取りにかかることですので、お答え差し控えさせていただきます。鎌田君。すみません、外交的なやり取りだから答弁を差し控えたいということなんですけれども、閣議、1回は閣議決定しているんですよね。自衛隊機で輸送するということを閣議決定したけれども、インドとの調整、外交的な調整、何かあったのかは分かりません、私には。だけれども、その閣議決定を見送ることになったと伝わってるんです。じゃあ閣議決定自体がなかったということでよろしいんですか。よろしいですか。はい、外務省北川大臣官房参事官。お答え申し上げます。私担当部局じゃないので正確には承知していない部分もございますけれども、まだそのような決定はなされていないのかと承知しております。鎌田君。はい、すみません、古川大臣、これ閣議決定はされてませんか。古川法務大臣。すみません、その閣議決定されたとおっしゃるその内容を再度ご確認したいと思うんですけど、もう一度おっしゃっていただけないでしょうか。鎌田君。今日本全国から2万トンを超える支援物資が皆様いろいろお寄せになられて集まっていると、それを自衛隊機で輸送するということを閣議決定をしたけれど、インドとの調整やり取り、何かしらあったのかわからないのですが、それを見送ることになったというふうに世間では伝わっています。で、閣議決定があったかどうかの事実と、閣議決定されたのであれば、それを見送った事実関係、なんで見送ったのか、いろいろわからないことがございますので、確認させていただきたいんです。古川法務大臣。ちょっと突然のご質問で、私も正確なことをここで申し上げられるかどうか自信がありませんけれども、私の記憶するところではそういう趣旨の内容の閣議決定はなかったものと承知をいたしております。鎌、はいはい、田君。ありがとうございました。私がお尋ねをしたのは、いろいろな事実関係を知りたくて、そして事実関係を確認をして、そしてまた政府においてどこが司令塔になって、どこが情報収集して、そしてオペレーションをどこがどう組んでいるのかということを知りたかったんですね。で、そのオペレーションがよりよく機能していないと、私たちの気持ちや心、情熱でもってウクライナの方々に支援の手を差し伸べたいと思っても、やっぱりその今度は物理的なところでオペレーションはきちっと機能しないといけないと思ったもんですから、いろいろ伝わっていることが、これ個人的な感想ですけど、古川法務大臣の本当に最初の頃に述べていらっしゃったあの意思にきちんと沿って、動いていってるだろうかと。なかなか情報が、散らばって届いてきて、その事実関係もわからない。で、国民から選ばれて国会に来ている我々もわからないと。で、それではやはりよろしくないんじゃないかなと思ったんですね。で、改めて伺いしますが、このウクライナからの避難民の方々を受け入れる、支援の手を差し伸べるにあたっての司令塔機能、政府内にあると思うんですけれど、その司令塔のトップはどこで、それを補佐するところがどこでとか、そういうオペレーションを回すための、組織構図というか体制、それはどうなっているんでしょうか。古川法務大臣。お答えいたします。官房長官をヘッドとしまして、政府にですね、ウクライナ避難民対策連絡調整会議というものが設置されております。そしてそのもとにですね、具体的な作業をする上で、タスクフォースを設置しておりまして、そこでさまざまな具体的なことについても検討し、そして実行しということでございます。はい、鎌田君。わかりました、ありがとうございます。また改めて
個別に伺いたいと思いますが、先般対馬副大臣が林外務大臣と一緒に行かれたときに、帰ってくるとき予備機の方に20名の方をウクライナから避難される方をお乗せになって帰国されていらっしゃいますが、この20名の選択といいますか、20名に決めた過程、決定過程ですね、それはどうやって行われたのか、これは外務省さんに、北川さん次官でし、あ、違う、あ、西山さんですか、それを伺いたいと思います。出入国在留管理庁、西山次長。お尋ねの件につきましては、在ポーランド大使館や在ウクライナ大使館に対して、日本への渡航を相談してきたウクライナ避難民の方々のうち、現地に設置されましたウクライナ避難民支援チームが聞き取りを行った方で、その中で日本への避難を切に希望しているものの、自力で渡航手段を確保することが困難、確保することが困難な方々について、関係省庁で決定したものでございます。委員長、小松君。はい、その際の予備機は本来は何名搭乗できる機体だったんでしょうか。西山次長。申し訳ございません、承知しておりません。委員長、蒲田君。はい、私もの報道等でこれも知る限りですけれども、一桁違う数字の方を受け入れられるくらいの予備機の大きさであったんだろうと、20名と聞いたときに、おそらく圧倒的な日本国民の多くの方が、20名だけなのって思ったと思うんです。今もうアプリでいろんな便利なものがありまして、私もスマホで現地のキーウにいられる方と、自分の宮城県の温泉旅館でこの1月から働く予定だったウクライナ人の女性の方々7名の方々と翻訳機能がついてるんで会話してるんですけど、今切に避難を希望していて自力で帰れないという方々は大変な数がいらっしゃると思うんですよね。で、その20名だった数についてどのような周知をしたのか、今その支援チームがあって聞き取りをしてということのご答弁だったんですけれど、これはもちろん政府が、日本政府が無償で提供して帰られたという方方だと思うんです。だからそこの方々と自力で帰られるとしても、いわゆる自腹で帰ってくる、あ、帰るじゃない、自腹で入国する方と公平性がどう保てるのかということと、その20名という数字がなんでこれ20名だけなのという疑問については、政府として明確にお答えをいただきたいなと思うんですよね。一桁違うんじゃないかと。いや、現地で聞き取りやら何やらする時間がどうしても間に合わなくて20名だったんですと。実際本当はもっとちゃんと時間があって調べたらこの10倍いらっしゃる、あるいは100倍いらっしゃるかもしれませんっていうんだったら別なんですけど、その20名になったところの経緯のところの説明が私は丁寧さに欠けるんでないかなと思うんですよ。もう一回聞いてよろしいですか。西山次長。ただいま申し上げましたとおり、20名の避難民の方々というのは、現地での調整の結果、先ほど申し上げたように、渡航を切に希望しているものの、現在、自力で渡航手段を確保することが困難な方々として、20名が結果としては、20名になったということでございまして、これ以上の詳細につきましては、避難民の方々のプライバシーとの関係もございますので、お答えを差し控えたいと存じます。委員長。蒲田君。はい、大臣、伺います。これから先も避難民の方々へ支援をしていくと、人道的な支援をしていくというご答弁ずっと続いております。私は今回予備機で20名の方が日本にいらっしゃってという、その数字にがっかりした一人です。で、これから先はですね、ぜひこうなりましたという説明のときに、なぜそうなったのかということと、それからやはり
徹底して支援をしていく、手を差し伸べていくんだということに基づいて、我々ができれば、あ、よくやった、お疲れ様、これからも応援していきますと、これは与野党を超えてですね、そういうふうな、支援というものをやっていただきたいと思うんです。大臣いかがですか、そのところ。古川法務大臣。ありがとうございます。国民の皆様もですね、やはりこのウクライナの惨状を報道等でご覧になるにつけて、やはりそこから避難を余儀なくされている方々に対する、要するに何と言いますか、共感というかですね、同情と言いますか、そういうおおむねその国民の皆さんもそういう形で受け止めていただいているなと。でそしてこの政府が今取り組もうとしているこのことに対しても、頑張れというようなご趣旨でのお声もいっぱいいただいておりますし、大変ありがたいことだと思います。また今委員からも、そのような形で一緒にやっていこうというご趣旨でおっしゃっていただいてありがたいと思っています。ただ一つだけ私この心に留めておかなきゃいけないなと思いますのは、やっぱり避難民の方々、それぞれ、いろんな事情もおありだろうし、いろんな、それぞれ、この課題を抱えておられる、それぞれだと思います。ですから、ぜひこのプライバシーということについてはですね、やはりこのそこは、一つ心に留めながら、この受け入れとか支援というものについて、取り組んでいかなきゃいけないなということ、これはいつも胸に置いておることでございます。はい、委員長。蒲田君。分かりました。また次の機会にします。残りの時間は次のテーマに移らせていただきます。通告しておりますのは芸能従事者の人権問題について、通告をさせていただいております。最初にですね、一昨年木村花さんが自ら命を絶たれました。その事案について、その事案の背景にあるところはどのように捉えていらっしゃるでしょうか。法務省松下人権擁護局長。木村花さんが苛烈な誹謗中傷を受けられお亡くなりになられたことは、そのお気持ちを思いますと誠に痛ましく、心からご冥福をお祈りしたいと考えております。SNS 上の誹謗中傷の書き込みというものは、同様の書き込みを次々に誘発して取り返しのつかない重大な事態を引き起こしかねないものでございまして、このような人権侵害は決してあってはならないことだというふうに考えております。委員長。浜田君。ただいまご答弁ございました。 SNS インターネット等への誹謗中傷を特筆していらっしゃると、特にそこを感じていらっしゃるというふうに受け止めたんですけれど、私は実は違うんですね。もちろんそれも一部にあります。インターネット上で彼女がどんだけ追い詰められたか、それは一部あります。ただ私がちゃんと同時に見なきゃいけない背景は、彼女が番組制作会社とテレビ局とどのような合意書、誓約書を交わしたかということなんです。もう一方的に上下関係の力、利害関係でその同意書と誓約書にサインをした彼女は何も逆らえない、何も言えない、そのような契約書とは呼べない、同意書、誓約書、そういうものをサインさせられて、もしネット上で何かトラブルが起きても全部自分で処理すること、から制作会社には一切文句を言うなと、そして万が一自分はこの番組を降りたいということがあったら、その番組の制作に関わる費用を全部出すようにということをあらかじめ誓約書、同意書でサインさせられるわけですよ。そうすると、もうインターネットで、テレビで作られるイメージでもって、インターネットで彼女への誹謗中傷が始まっていきますから、ある意味、書き込みした人も、テレビ局や制作会社の意図に載せられてしまっているんですね。だから背景は、SNS、インターネット上の誹謗中傷の書き込みだけじゃなく、今この特に若い人たちの芸能従事者の雇用契約、労働契約等々、どういう環境でその身を置いて働いているかという、
その人権がどれだけ守られているかということが、私は大事な観点ではないかなと思うんですね。そこで続けていきますが、今年の4月1日から、18歳から19歳も、もう成年ということで、民法の5条に規定がされております、未成年者の取り消し権、これが適用されなくなりますよね。我が党の塩村参議院議員が参議院の予算委員会で質問していると思いますけれど、これ、民法の5条をやはり変えないと、18歳、19歳のもう成年扱いになるアダルトビデオに出演をさせられる女性というものは、この取消し権は使えないということでよろしいんですか。松下人権擁護局長。まず個別 の事案 の契約内容等についてはここで私が述べる立場でもございませんし、ちょっと個別の話はちょっと控えさせていただきまして、一般論といたしましても、民法も申し訳ございません、私ちょっと所管ではないんですけれども、18歳19歳が成年となったことに伴いまして、未成年者取消権というその条文が使えないというのは、そのご指摘のとおりだと思います。しかしながら他にもさまざま契約者 の保護の条文等ございますので、そういったものを活用して保護を図るということはできると考えておりまして、私どもも人権相談でそういったご相談をいただいたときには、そういった形で対応してまいりたいというふうに考えております。鎌田君、はい、私の時間迫ってきましたので、大臣に伺いたいです。これですね、新宿駅とか、都内の渋谷駅とかに、30分から1時間ぐらい経つとですね、もうその現場をすぐあからさまに見ること、確認することができます。今女子中高生がこのアダルトビデオのターゲットになってスカウトされるんです。そして、古川大臣予算委員会でも お尋ねありましたからご存知だと思いますが、でこの18歳からもう成年扱いになって、今契約した後に守られる、保護される仕組みがあるから、それで取り消すことも可能だというお話があったんですけれども、最初にその木村花さんの同意書、誓約書のときと同じようにですね、もう無防備状態で保護者の同意なくサインさせられて、そして説明とは違うアダルトビデオに出演させられて、その後契約を取り消したいと言っても、そんなことするんだったらもう言葉をはばかるような言葉で脅されて、その後裁判で訴えようと思っても泣き寝入りするしかないというのが今実際なんです。ですので大臣におかれましてはですね、民法 この第5条に規定されている、18歳19歳もう成年扱いになりましたけれども、ここのところの取り消し権、これが該当されるようなことを今後省内でご検討されるようにご指示いただけないでしょうか。そのことをお願いして質問を終わります。古川法務大臣。委員ご指摘のそのご懸念の問題については、これまでも、例えば政府としてですね、教育や啓発というようなことで力を入れてやっていこうということで、取り組んでまいったところでございます。で今各党内において、議員立法を目指したいろんな動き考えがあるというふうに側聞をいたしておりますけれども、法務省としてはそのようなそのご議論の状況を見守ってまいりたいというふうに思っております。終わります。次に米山隆一